市川猿之助さんが家族会議を開かれて、騒動を起こされたわけですけども、そこに至る理由というのがほぼほぼこの理由ではないかというのがね、分かったんですけども、一連の騒動から、1ヶ月以上ね経とうとしてるんですけども、未だに、歌舞伎界をはじめとしていろんな方面に余波が広がってるわけなんです。で、今現在猿之助さんは都内のメンタル治療を専門とする病院にいらっしゃるということなんですよ。最初のその引き金となったのが、やはり猿之助さんがされたであろう問題の報道が週刊誌に載るとことだったんですよね。これがきっかけということだったんですが、これに関してまたちょっと違う意見も出されている方もいて、確かにスキャンダルが報じられることで人気商売である猿之助さんは大きな影響を受けます。その一方で週刊誌の記事で、しかも自ら命を絶つという極端な選択をするほどの内容だったのか、いぶかしむ声は根強いですと。そもそも歌舞伎界、過去の例を見てもスキャンダルには寛容です。騒動はもっと複合的な理由で引き起こされたのではないかと、ね、見てるんですよ。猿之助さんと近い関係者の方が、そこには大きく2つの理由がありますと語ってるんですね。一つは、近年の猿之助さんが感じていた歌舞伎役者としての行き詰まり。そしてもう一つは報道ですよね。猿之助さんはその騒動の後、市川團十郎さんらと並んでチケットをさばける人気者という評価で報じられてきたんです。しかし、実際のところ、コロナ禍に入る少し前から、人気には急激に陰りが見えてきたんです。コロナ禍で舞台が減って、それが目立たなかっただけなんですと。これは澤瀉屋の関係者の方が語ってるんですよ。2019年に猿之助さんは、スーパー歌舞伎2新版おぐり、こちらに出演されました。その際に、主人公の小栗半官役を中村隼人さんと昼夜公演で入れ替えながら行ったんですね。そうしたところ、およそ2ヶ月の長丁場だったんですが、公演期間の中盤くらいから、猿之助小栗と隼人小栗の集客に明らかな差が出始めたといいます。隼人さんが主演だと客席が埋まるのに、猿之助さんだとガラガラだったんです。これは露骨な人気差。これに対して猿之助さんも相当な動揺を覚えたとおっしゃってたんですね。またですね、市川猿之助奮闘歌舞伎公演、こちらでもちょっと厳しい状況があったというんですね。チケットの売り上げが思わしくなく、途中で値下げが行われたというんですよ。そして代役の隼人さんと市川團子さんが見事に奮闘してくれたので、満員の客席で千秋楽を迎えられました。そうでなければかなりピンチだったと、そんな状況だったんですね。ドラマや映画、バラエティ番組での猿之助さんの人気は確かにありました。ただし、番組に出演すればトークも巧みで、周りへの気遣いもあり、場を盛り上げる存在です。テレビの仕事に活路を見出したり、現代劇への出演やプロデュースに走ったりしたのは、自分の活躍を実感できるからだったでしょうと。ある意味では歌舞伎役者としての人気に限界を感じて逃げ込んだ場所だったのかもしれませんと、そのようにもね語ってるんですよね。そういったストレスの吐け口、これが若い俳優やスタッフさんを集めたパーティーだったんですよね。以前から誕生日会や新年会、忘年会、公演の打ち上げといった名目で猿之助さん主催のパーティーが開かれていたんですね。そこに参加される方々は、澤瀉屋の若手の歌舞伎役者や猿之助さんの自主興行などにも出演する舞台俳優やアクション俳優、歌手の友人などだと言います。で、コロナ禍以降、歌舞伎座近くの名門高級ホテルのスイートルーム、横浜や鎌倉、葉山、河口湖などの隠れ家的なホテルを一棟貸し切り行っていたということなんですね。中心人物とも言われているあの愛しの M さんですけども、あの方もパーティーには常に参加されていたというお話でしたね。パーティーですけども、実はコロナ禍の最中にも行われていたというんですよ。これに関しては歌舞伎関係者の方々はね、非常にご立腹だったということですけどもね。で、猿之助さん自身は2021年4月30日と2022年7月22日、新型コロナ感染を松竹を通じて発表されてるんですね。1回目では翌月の8月花形歌舞伎に代役が立てられましたけども、2回目は他の感染者もいたこともあって、7月大歌舞伎は7日間も休演されたと
いうことなんですよ。非常に被害も被ってるんですよね。だからその他の感染者ももしかしたらそのパーティーに参加されていた方かもしれないですよね。でしかも東京は緊急事態宣言下にあったという状況でもそのような行動をされていたということなんですよね。でその劇場関係者によりますと、感染を発表した当日にもパーティーに講じていたというのには開いた口が塞がりませんと。歌舞伎に限らず舞台公演の関係者やコンサートに携わる音楽関係者がしていた努力を踏みにじる行為ですと。そのようにね、非常にご立腹でした。まあ、あるところの報道ではですね、その中に未成年者もいたんではないかという報道もあるんですよね。まあ、この辺もちょっと危ないお話になってきますよね。そうなりますと。そしてまた、まあ、猿之助さんが供述された内容なんですが、まあ、時系列のお話になりますけども、で家族会議当日のお話から始まっていて、午後4時半から家族での話し合いを始めました。結論が出たのは午後8時のことでしたと。実はお父様であります市川段四郎さんはその時すでに末期がんで要介護状態だったということなんですよね。それで寝たきり状態だったということでした。そして話し合いは主にお母様と行われたということのようなんですよね。そして主に話の内容としては、翌日に週刊誌に記事が載るという内容なわけですけども、猿之助さんとしてはその内容、こんなことを書かれたらもう生きていても意味がない、家族みんなで生まれ変わろうということになりましたと、そのようにね、語ってるんです。で、その翌日、ご自宅の半地下にあります部屋のクローゼット内で意識朦朧とした猿之助さんが見つかったということだったんですよね。そして、女性のマネージャーは、週刊誌に記事が出る影響でマスコミが集まってきていないかを確認するために自宅を訪れたそうです。そして、猿之助さんと連絡が取れないのを不審に思って中に入ったということなんですね。まあ、その際には、40代の男性マネージャーとありますから、M さんのことだと思うんですけどもね。そしてまたですね、聴取の中でご自身の死生観についても語ってるんですね。私たち親子は仏教の天台宗の敬虔な信徒です。亡くなることに対する恐怖はありません。自ら命を絶つということは悪いことだとは考えていません。私たちは輪廻転生を信じています。生まれ変わりはあると本気で考えているんですと。語ってるんですね。そしてまた自らの人生の総括もされていたというんですね。ラスベガスのカジノに行って大儲けしたこともあるし、私はついていた、とても良い人生だった、もう思い残すことは何もないですと、そのようにまで語っていたそうなんですよ。そしてまたその生まれ変わろうとする方法について語っていたんですけども、一番楽に行ける方法は何かと家族で考えた末に薬がいいということになったんです。そして自宅にあった睡眠薬をそれぞれ飲み横になりました。父と母が息をしていないのを確認してから下に降りていき、そこで行動を起こしましたということだったんですね。で一度は3人で横になられたということなんでしょうかね。で、まあ捜査の関係者によって薬の銘柄とかそういうのも分かったんですけども、その使われた薬というのが最も強力な睡眠導入剤の一つだそうなんですね。捜査の焦点としてはその一つの薬の入手ルートということなんですね。しかし猿之助さんに対しては睡眠薬が継続的に処方されていたことはすでに分かっていて、この病院はもともと段四郎さんにも睡眠薬を出されていて、要介護になってからは処方されていないんです。猿之助さんに出されていたのは比較的強い睡眠薬で、彼はそれを飲まない時に溜め込んでいたようです。この病院に対して警察が何度も聴取していて、違法な処方は行われていなかったことが確認されているということなんですね。そういうわけなので、やはり行動を起こされた原因としては、ご本人の中での意識がやはり周りの方々が考えるよりも重かったんではないでしょうかね。もうこんなことを書かれてはもうやっていけないというふうに思っていて、以前から自分に対する人気度というのが低迷してきているというのを感じていて、それに輪をかけて、その報道があったということなのでね、これはやはり追い打ちをかけられてしまったというのがね、否めないかなと思いますよね。でもそれは起きてしまったことは仕方がないと一言では片付けられませんけども、もう6月も
後半に差し掛かってくるところですけども、そろそろ猿之助さんもねしっかりされてきてる頃ではないのかなとは思うんですが、まあ、どうなんでしょうかね。もう間もなくお話が解決されてくるのかなという思いでございますけどもね、まあ、でも解決されたらやはり、まあ、どのような形になるにせよ、まあ、皆さんの前に出て謝罪なり何なりされて、やはりすっきりさせてほしいなという思いでございますけどもね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。